一応営業部長させてもらっておりますので、熊本県の魅力とこう馬鹿もどんどん PR していかなければいけないと、本日もそれで大阪もはいやってきたというわけなんですよ。行ってくださいじゃない、そんな雑な PR がありますか。まあ行ったら分かりますじゃないんですよ。詳しく皆さんが何かな、熊本県の美味しいものが気になるなって思ってくれるステージをするのが僕の役目であって、ステージに登って物産のブースを指さしてはい終わりじゃないんです。違いますから、ちゃんとご紹介、その辺でやってる違うよ、ちゃんとご紹介するからね。はい、ということでちょっと物産店のお兄さんにお手伝いをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。